はい、こんにちは。サックス奏者の久住優太です。噛み切りました。ね、このさっぱりしましたけれども、これね、アルト編でも同じことやったんですけどね。今日はですね、サックスの構え方を、テナーで、やってみようと思いますね。もう一つの動画でね、アルトでサックスの構え方やったんですけどね、ほとんど同じことやるんですけども、ちょっとわかりやすいかなと思いまして、テナーでもやってみようと思います。構え方といってもですね、その構え方にすごく関係して、姿勢、吹く時の姿勢、それとあとストラップの長さというのもありますので、それもまとめてやっていこうと思います。でですね、テナー、まあアルトと同じなんですけども、主に、構え方は2種類ありまして、まあ細かいとね、細かく分類するとたくさんあると思うんですけども、大きく、分けると2種類です。真ん中、ね、真ん中でサックスを構えるか、斜めにしてこうやって立った方がいいですね。斜めにして構える、真ん中か斜めか、この2種類だと思ってください。で、ですね、どっちの、構え方でも、いいと思うんですけれども、大事なのはね、まずね、姿勢なんです。吹く時の姿勢、ちょっと立ちますね、今日ね。もうずっと立っていくよ。いますよ、こうやって。姿勢が悪いと、音が、もう全然違うんですね。背筋を伸ばして吹く方がいい音がします。ちょっとね、私がね、悪い見本をやってみますと、大体ね、サックス、こうやってね、構えると重いってね、あとね、もう一つね、なんていうの、譜面台をこうやって置いて、譜面をガーって見ようとするからっていうのもあるんですけど、大体猫背になっちゃう人多いです。かわいい。ね、こんな感じかな。うん。ね、猫背にして、サックスを吹くと、腹筋とか背筋がうまく使えないので、息が効率よく入っていかないんですね。そうすると、あんまりね、息が音に、効率よく変わらないので、倍音が少なくなっちゃうというね、現象があります。ちょっとね、私は悪い見本で、吹いてみますね。猫背にしてこうやって、こんな感じ。こんな感じですね。まあでも、ちょっとね、音いいんじゃないかと、思うと思うんですけども、これね、この、全くこう同じ、状態で、背筋伸ばして吹いてみますね。この感じ。微妙な違い分かりました。ちょっと録音だと分かりにくいかもしれない。背筋を伸ばした時に吹いた音の方が、音の張りがいいというかね、ダイナミクス、大きな音とちっちゃな音の差が激しかったと思います。もちろんもう一回やっていい？なんかね、今、違いがあんまり分かんなかったかな。背筋を、こうやって、猫背にして悪い意味を。うん、こうやって。どうしても、ちゃんと言う。真ん中で吹こうか。真ん中で。これ。ね。で、そして、これを真ん中で、センターで構えて、背筋を伸ばして吹くと。うん。まんま。こんな感じ。先ほどね、1回目にやったのに、斜めでやったっていう、今回ね、センターで2回やったんですけどね。どうでしょう、ちょっと、違いが分かったでしょうか。背筋を伸ばした時の方が、まあ、音色も変わるし、奏者もね、すごく楽に、吹けるのです。なので、まずは、まあ、構え方というのをね、決める前に、背筋を伸ばしてちゃんと、演奏してるかどうかをチェックしてください。で、このね、チェックの仕方、いいチェックの仕方があるんですね。これね、壁を用意してくださいって言ったらね、大工じゃないんだからね、もともとお家にある壁で、いいと思います。その壁でですね、かかとをまず壁の下につけます。まぁ、ちょっと見えないですよね。ここについてるわけですね。で、そして、肩甲骨ってわかります？この背中のこの骨、クリッとこう、ね。この肩甲骨も壁につけます。かかとと肩甲骨が壁についている状態っていうのが、背筋がまっすぐ伸びてる状態なんですね。この状態で演奏するのをキープする。これがね、鉄則です。これが一番、いい、吹き方になります。で、じゃあ、次ですね。先ほどちょっと一番冒頭で言いましたけど、これね、ストラップの長さというのがね、ここで大きく関わってきます。で、
例えばね、じゃあ真ん中でね、サックスを真ん中に構えて吹くときは、こうやってこの背筋を伸ばして壁にこうやってつけて、真ん中にサックスを構えて、顔はね動かさない、動かさないっていうね、前をずっと見てる。でこの状態で自然にマウスピースが口の中に入ってくるぐらいにストラップを調節します。こんな感じだから、まさしくで、こんな感じ。普段私実を言うとね、センターじゃなくて斜めで、構えてるのでね、ちょっとね、吹きにくいんですけども、だから間違えちゃった。ね。で、それで、斜めで、吹くときには、まあ、大体こう斜めに構えた状態で、同じように、まっすぐ、前を見て、自然にマウスピースが口の中に入ってくるの。あ、こんな感じかな。こういう感じですね。っていう、ストラップの長さっていうのがとても大事になります。ただ、うまくですね、これストラップの長さが決まると、要は、ストラップこうやって、マウスピースをこうやって口の中にこう入れて構えた時に、頭がね、あんまり動かせなくなっちゃうぐらいです。それが、実を言うと理想的な長さで、固定するわけですね。サックスを、マウスピースの前歯によってね。ちょっとそれに関してはまたね、別の動画でもう一回やろうと思うんですけども、何しろストラップの長さというのを背筋を伸ばした状態で、決めるというのが、とてもいいやり方でございます。そしてね、斜めに構えるか、真ん中に構えるかなんですけど、これはまあお好きな方でいいんですけれども、これね、斜めかセンターか、斜めか真ん中かでね、結構音色が変わってくるので、これでね、音色の、好き嫌いで、まあちょっとね、どっちにするか、決めていただければなと思います。で、斜めだと、結構音が明るくなります。まあこれ私いつもこれで吹いてるんですけどね。斜めに構える時っていうのはこう、このサックスのこの U 字管のこの位置、これをですね、もう足のここら辺に乗せちゃってください。もう当てちゃっていいです。こんな感じだからね、結構楽です。そしてこういう風に斜めに変えて、まあちょっとね、私は吹きやすいんですけどね。で、比較的、センターに構えると、じゃあもう一つのやり方ね、背筋伸ばしてセンターに構えると、この前ちょっとね、音がね、柔らかくなったりとかね、なんだろう、暗めになったり、まああとは太くなるとかね、まあいろんな表現がありますけども、ちょっと変わった感じの、音になります。で、結構ね、ジョン・コルトレーンとか、かなりセンターにこうやって構えてるんで、ジャズのテナーの人ってこうやってセンターに構える人結構多いんじゃないですかね。なんか結構渋い、柔らかい音が、出ると思います。まあ私はね、ちょっとね、なんだろう、楽なので、斜めで。吹いてることが多いんですけどね。で、もう一つ。センターで構えるときの気をつけなきゃいけないポイントっていうのは、センターで構えて背筋を伸ばすと、絶対にね、体とね、サックスは空間が空きます。こういう感じ。こういう感じ。で、そうすると、右手の、なんだろう、この力で、楽器の重さをある程度支える必要があるので、割とですね、ここに負担かかるんですね。なので、センターで構えようと思ったら、こうちゃんとね、こう右手の力っていうのをね、鍛えとかないと、結構楽器がグラグラしたりとかね、なんだろう、不安定になったりとかね、します。同じか、グラグラしたりとかね、不安定になったりとかしますので、こうやってセンターで構えようとね思った人は、一生懸命右手を鍛えてください。まあね、基本的にはその斜めでも、真ん中でもいいので、お好きな方を、選んで、いただければなと思います。まあでも一番大事なの姿勢ね、それを、絶対に、猫背にしない。もうこれをね、徹底してやるだけで、かなり音色が改善されますのでね、やってみてください。というわけで、ご視聴ありがとうございました。本日はサックスの構え方をやりました。また、バイバーイ。